どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン・ショーンの Way Back Home。 この曲はですね、ショーンさんという韓国の、アーティストの曲らしいんですけど、もういろんな方がカバーされてて、もうすごく曲かっこいいんですよ。でしかも日本語バージョンもあったりなんか結構謎が多くてですね、まあでもちょっとその一回置いといて、今回このウクレレでこの Way Back Home 日本語バージョン、ガズレレ流ショートカットアレンジで簡単版でやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンやります。後半はですね、あの独特のグルーブ、ドンツクドンツクドンツクってこう EDM っぽいドラム、エレクトリックドラムミュージックみたいな雰囲気なんですけど、まあウクレレでね16ビートでちょっとこうカッティング交えてかっこいいビートが出せるようにしたかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube ではですね、今まで音楽やってみようかなと思ったけどチャンスがなかったですとか、楽器昔やったんだけど挫折しましたとか、そんな方がすぐにウクレレ弾いて歌える弾き語りできるプログラムがあるんですよ。これ見てるだけでどんな方でもあっという間にウクレレできるようになりますよ。これ見てね、もう全世界中の方がガズレレ YouTube でも何万人も音楽始めてます。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクをここに貼り付けます。このリンク先に行ってもらって上から YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけですからね。 YouTube 動画なんで無料でできます。はい、今すぐ始めましょう。ここからいってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単にグイグイ弾けるようになるレッスン動画、すでに1500曲、もうそろそろ1600曲ぐらいになると思うんですけど、もうすでにアップロードされております。これから皆さん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではやっていきましょう。ショーンさんの Way Back Home 日本語バージョン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3 時の秋を Say, you know.
Way Back Home ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。これコードは見ていただいて分かったように結構簡単でずっと繰り返しで、途中のちょっとね雰囲気が変わるブリッジパートのところで違うコードが出てくるにしてもめちゃめちゃシンプルでもうぐるぐる回ってるだけなんですけど、その中で歌でこう表現していくというこの世界観、またこの日本語バージョンなんですけど歌の乗せ方とかあのグルーヴ感、言葉にもリズムが乗っかってるみたいな感じ、まあかっこいいけど難易度は高いと思いますね。はい。そして今聞いていただいて分かっていただいたと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。これね、主に2番とかをカットしてるんですけど、これコード進行一緒ですので、もし本当にフルでやりたいなと思った方は、コードを書いて、2番の歌詞をこう書き足して、オリジナルの楽譜を作り出して演奏してみるのをおすすめします。ひとまず今のガズレレバージョンだとねキュッとこうコンパクトに美味しいところをまとめたという感じのショートカットアレンジになってますんで、ひとまずこれでやってみてください。そして今のシンプル簡単バージョンのガズレレの演奏と一緒に、ね、動画に合わせて、まあ、なんとかこれでも難しいと思うんですけど、これ歌がやっぱ難しいからウクレレは簡単ですけど、まずやってみてください。はい。で次のステップがありますよ。はい。それ YouTube と一緒にできるようになったらまず第一ステップおめでとうございます。はい。その次のステップはねやっぱり今度自分だけで歌ってみるのがやっぱりと思うんですよね。誰の YouTube も見ずに自分だけで音楽を生み出す、ぜひやってもらいたいんですけど、その時にやっぱり、ね、楽譜が必要だと思うんですよ。じゃあ楽譜ってどうやって用意すればいいんだろうというふうに思うと思うんですけど、今ですねガズはですねこれ自分で書いたノート、これ Way Back Home って書いて、これを読む、これを見ながら今演奏したんですよ。このノート自体をこれからこのカメラにこうやって大写しにして皆さんもこんな感じで書くのいかがですかっていうふうにシェアしたいんですけど、ただいまこのサービス始まってます、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の Way Back Home も含むガズが手書きで書きまくってきて、もうものすごい数のノート楽譜の中から毎月5曲皆さんがやってみたい、チャレンジしてみたいなと思う曲をダウンロードしていただいてすぐに練習ができるよという、そういう画期的なサービスなんです。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですねガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズ、ラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あと、それと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。 Way Back Home Shown。はい。これ日本語版って書いてありますけど、これもともとは韓国語で歌われてる曲みたいで、英語バージョンももちろんジャスティン・ビーバーと歌ってるバージョンがあって、英語と、まあ今回は日本語版でやってみました。とはいえ見てください、この言葉の多さ。ほぼラップというか、この言葉のね、歌のリズム感めっちゃ大事になります。タイミング、言葉の入るタイミング要注意ですね。はい。これ映していくんでメモってもらいたいんですけど、コードシンプルでしょ？コードはめっちゃ簡単なんですよね。コードはここでちょっと変わるだけで、あと全部一緒ですから。ずーっとこのブロックが繰り返されてるだけです。ループですね。はい。これがまたかっこいいんですけど、とにかく歌で表現していく。はい。これ今映しとくんで一時停止してメモっていただくか、動画のデモ演奏内のテロップを一時停止してメモっていただくか、さっきご案内したガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただくのもいいと思うんですけど、とにかく楽譜を用意しましょう。はい。さーっと映していきます。はい。
はい、でここでもう一回サビに戻ります。ここは書いてあるのかっこいいバージョンでご案内で、ここで16ビートのチャーのカッティングっていう風に弾き方変わるよってことなんですけど、でここブリッジですね、ここ伸ばす、ここがここの2行だけコードがちょっと変わるだけですね。ここら辺とかももうすごくこうなんかね、空虚感というかね、メロディーラインがすごくいいですね。で、ガズレレアレンジではここで間奏をここ4回繰り返して、で、ここ最後のエンディングの、まあ、サビみたいなところをちょっと優しくやったぞというのがガズレレアレンジでございます。はい。曲はシンプル。まあなんかも言うけど、歌が難しいというか、歌で表現する感じの曲ですね、これはね。はい。弾き方もちょっといろいろ変えていきます。かっこいいバージョンでもいろいろやっていくんですけど、まずはひとまずご案内。じゃあコード見ていきましょう。これね、ここに映ってるやつ、この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今やったシンプル簡単バージョンはこの入門コード6個です。C と Am と F と G7、Em7 と Dm。この簡単コード6個でできちゃうんですよ。これは素晴らしいです。この6個のコードはもうご安心の、もう入門コードで簡単なやつなんですけど、このグループです。はい。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思っている方にね、一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループです。10個あります、グループなんですけどね。これがですね、10個もあるんかいと思うかもしれないんですけど、入門コードですから、1個ずつ見たらめちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとね、場所は覚えててもコードの名前が忘れちゃったらもう頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく解説してる動画ここに貼っておきます。この動画めちゃくちゃいい動画ですね、必見ですよ。今日はそれ10個の中の今日6個ですけど、もうこの10個覚えちゃってください。これからいろいろ役に立ちますんで、はい。そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、この曲はですね、今のシンプル簡単バージョンで歌をですねしっかり覚えてください。これめちゃくちゃ難しいんですよ、歌がね。時計の針を巻き戻すように眠ったままの、この言葉のタイミング、むったままのとか、この伸ばすとこと、ささっと言うところ、あと伸ばしてるところでこう拍が変わったりとか、まあ歌ってみるところ奥が深いですから、特に A メロとかでもうほぼラップですから、まあとにかく4つ弾きでリズムをしっかり、リズムとメロディーを、歌のリズムとメロディーをガチッと自分のものに掴んでから、かっこいいバージョンの練習に入っていくのがいいかと思います。はい。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはね、難しいです。簡単ではないんですよね。コード1個だけ追加します。ここと、D7 サス4、これはブリッジパートのところでねちょっとこう使いたいなと思って、これね Am 押さえたまんま2弦の3フレットっていう風に表現するのが僕いいかなと思ったんだよね。なんでかというとこの曲で使う D7 サス4は Am の中のフレーズっていう風に捉えてるんで、 Am の次にこの、D サス4があるんですけど、 Am 弾いて、経過音みたいな感じで使いたいんで、まあ、Am を抑えて2弦の3フレットっていう風に、お伝えした方が、その今日は分かりやすいかもしれない。まあ、表で表すとこういうことになるんですけどね。この D7 サス4を使ってやっていきましょう。あとは全く一緒。さっきも言ったけど、ずっとコード、同じコードぐるぐる回してる、もうそのシンプルな曲ですからね。はい。やっていきましょう。で、今日はね、まあ、リズムだね。やっぱり一番ギンギンに来てるのは、今日のリズムはドン !16 ビートと16ビートのチャとカッティングと16ビートのアルペジオ。これはですね、まあちょっと今日は簡単ではないんですけど、この4つのリズム、濃厚解説動画、ご紹介します。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からこの4つの、弾き方、それぞれのめちゃくちゃ濃厚解説動画がもうすでにアップロードされておりますので、じっくり見てちょっと練習してみてください。これ4つともめちゃ難しいリズムなんですよ。なんで、それぞれの動画でもご案内してますけど、まず最初は基本の8ビートからこうストロークっていうかリズムの全体像を使って、掴んでからこうこのリズム、じっくり時間かけてものにしていくようにしていきましょう。今日ちょっともうね、どんどんリズムの解説していきます。まず最初の時計の針を巻き、一番最初の始まりはこんな風に弾きたい。聞いていてください。ワン、ツー、スリー、フォー。時計の針を巻き戻すように。難しそうでしょ。タッツ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 が基本ですね。カッティングです。最初 Am で、このダカッカッタカッカッタ、ダは普通に行くでしょ。カはカッティングなんですよ。カッティング、これなんですよね。ちょっと丸バツで書いてみよう。ダカッカッダカッカッダカ、はい、丸バツバツ丸バツバツ丸バツ、これが繰り返されています。ダカカダカカダカダカカダカカダカダカ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 カ、はい、こうやって考えると
ちょっと気が楽になったかなって感じですけど、ダカカダカカ、手はずっとダカカダカカ、左手見てカッティング、今大げさに動かしてますけど、こんなような感じで止めていきます。これカッティング、なんか G7 とかこう止めてるわけですからね、左手で止めるのをカッティングと言います。まあ、このリズムが基本になってんですよね。で、A メロ、あ、じゃあサビから始まって、1番の A メロまで、この弾き方。固く閉ざしても、また開いちゃうみたいに。はい。そして、この A メロの後半からは、今のフレーズに、チャが加わってきます。だから16ビートのチャなんだけど、カッティングリってことですね。表現すると、ダツタチカタ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 、ダンツタチャカタ、ダンツカチャカタ、こんな感じですね。ゆっくりやると、ダンツタチャカタ、ダンツタチャカタ、ダンタチカタ、ダンタチカタ。これが16ビートのチャのカッティングのパターンです。最初は、ダンツタツタタツタツタタツタツタタツタツタ。その次は、ダンツタチャカタ、ダンツタチャカタカ、ダンツタチャカタカ、ダンツタチャカタカ。こんな感じの使い分けです。このチャが入るだけで一気にドンとグルーブが増しますんでね。リズムキープがすごく難しいんですけど、この曲はね、ちょっと早くなりがちなんですね。もうガズさんも早くなっちゃうんで、こうエンジンブレーキかけるのがちょっとね、気をつけてやってみたいと思うんですけど、こんな使い分けでやってみたいと思います。その後ブリッジが入ります。ブリッジパート。ブリッジパートは伸ばすだけで演出してみようと思います。このね、対比がいいんですよね。リズムがすごくドンドンってあるところから、急にサーッとこう、リズムがこうオフになるみたいな。その駆け引きみたいなのもすごくかっこいいかなと思います。そして感想みたいなのやって、一番最後のエンディングのところでは、またちょっとね、おとなしくなって、16ビートのアルペジオで最後のエンディングをやってみようと思います。こんな感じですね。目を閉じれば押し寄せてくる。ちょっとこれ難しいですね。ダンダンとドンダドンダン。ちょっとシャッフルのリズムで跳ねたリズムのアルペジオになると思います。16ビートの。ダンドンダドンダンドンダドンダン。優しく弾くのがポイント。もう一回やってみると。目を閉じれば押し寄せてくる。この心に。こんな感じです。タントトントトン、タント。これも動画でじっくりちょっと掴んで、ぜひやってみていただきたいんですけど。このいろんなリズムがこう組み合わさることで、このウェイバックホームめちゃかっこよく仕上がるんですよね。ぜひ皆さんこれ、難しいけど、じっくり挑戦してみてください。そしてこの曲はもう何回も言いますけど、やっぱり歌ですね。歌ですごくこう持っていく曲だと思います。これループっていうかもうずっとこうね、同じリズムをこうぐるぐる回してるか、そういうタイプの曲ですんで、歌でどんどん表現していくっていうところ、要素が大きいので、まあ歌のメロディーとかもだけど、まあそれと別にやっぱり歌の中身も、歌詞もですね、読み解いていくとすごくジーンときますので、その辺もね、もちろんこうリズムと一緒にガッと合わせて一緒にアウトプットしていきましょう。それではですね、やってみようと思います。ショーンの Way Back Home 日本語バージョン、ガズレリ流かっこいいバージョン、やってみる。
知らせてくる。この心に積み重なってく。君以外の日もいらない。君の帰り待っているよずっと。 Yeah。せーの、ウェイバックホーム日本語バージョン、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、これはもうこっちのリズムと言葉のリズムがこうギアがガチッとこう合わないとさ、やっぱりずれていっちゃうんで、そこをすごく気を使うところなんですけど、リズムがガチッとハマった時のこの気持ちよさ、歌とね、そのビートが重なった時にね、かなり爽快感があります。まあ、これ難しい曲ですので、すぐにできる曲じゃないと思うんですけど、こうじっくり時間かけて取り組んでいきましょう。さあ皆さん、ご案内です。今日のね、このね、ガズモデル、今使ってるウクレレはね、もうちょっと後でこれご案内するんですけど、こちら、ガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレ、こちらの2本、ガズのわがままウクレレとセミオーダーウクレレは現在予約注文受付中、ガズの初めてウクレレはこれ販売中です。はい。これそれぞれ、このウクレレ、ちょっと気になる方は、ぜひぜひ、こちらの方覗いてみてください。これ、ガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てる、この赤、青、黄色、信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっと、あとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、聴くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。